こんにちは、カナール在住の山達です。国連を廃止すべき理由、66年前の警告、国連専門家の招待ということで話をしていきたいと思います。 はい。えー、まあ、最初はお知らせです。えー、3月13日から22日まで、えー、この期間中、春休みをいただいております。ということで、えー、事前に撮影した動画を順次公開していきますので、えー、何かしらどでかいニュースがあったとしても、ちょっとすぐには対応できないと思いますので、えー、っと、何かあったら TwitterX であるとか、あとはサブスタックかな。えー、そちらで多分、いろいろ、あの、皆さんに紹介していくと思います。あと、サブスタックまで、ね、最近全然更新できてないんですが、この春休み明けたら、ようやく、あの、そういう時間をね、取れるようになってくるので、えーそ ここから、あの、更新を再開していこうと思います。はい。で、あの、さ、日本時間の3月23日の土曜日の1時からライブをやります。はい。まあ、あの、春休み明けっていうことで、この9日間に溜まっていたニュースをまとめて、この生放送で紹介しようと思いますので、よかったら来てください。 で、あとは、あの、前半多分20分、30分ぐらいニュースの話をした後は、3月27日発刊予定の新刊本の紹介、あのね、陰謀論者と言われて馬鹿にされたあなたに捧ぐ本みたいなね、そういうテーマになってるんですが、その内容であるとか、あとはジャガデブタヌショーもね、皆さんにお見せできたらなっていうふうに思ってますので、ご興味ある方はぜひぜひご参加ください。アーカイブも残しますが、ぜひとも当日参加よろしくお願いいたします。 ということで、お知らせは以上にしまして、今日の本題いきたいと思います。え、今日はあの、国連に関する話をしていこうと思います。世界193カ国が加盟している国連なんですが、まあ、査化が本当狂った領域にまで来てるんですよね。まあ、これはまあ、正直その、スタートからダメなとこだったから、今に始まった話じゃないだろうって突っ込まれたら、ちょっと何も言えないんですが、<laughs> はい。まあ、でも最近その、目に見えて狂ってますよね。去年大騒ぎになったの覚えてますあの、国連の報告書で、 ええと、なんか、未成年者と性行為を合法化してどうのこうのみたいな、あのかなりぶっ飛んだ報告書。まあ、一応あれ国連が作ったっていうか、国連が協力して作った報告書って言った方がいいかもしれませんが、まあ、そんなものも出て大きな話題になってたんですよね。はい。まあ、ひとまず狂った領域に来ている国連さんなんですが、日本は8%の分担金拠出していますということなんですが、要は税金の一部が使われているわけなんですが、まあ、国のためにも、 凍結すべき時が来てんじゃないのかなって本当に思うんですよね。そのね、あの、こういうのって、その、国連が吸い上げて、で、いろんなところの NGO とかに分配されるんですよね。で、その NGO のトップとかってそういうので私服を肥やしている連中たちって結構いるんですよ。で、まあそういう言うなら、無駄遣いに使われてるっていうのはまず許せないのはありますが、まあそれをね、100歩譲った、譲って OK だとしても、 何がダメって結局その国連の推し進めている政策によって国がぶっ壊されてるんですよね。まあ、LGBT しかり、あと気候変動しかり、そうですよね。日本なんかね、あの自動車大国だって言われてるはずなのに、あの今トヨタがほんとずっとね、頑張ってくれてましたが、なんか電気自動車がどうのこうのっていうのめちゃくちゃ押し付けられてたわけじゃないですか。で、それに日本政府がそれに乗っかっちゃって、自分たちで自分たちの産業ぶっ潰してたんですよね。っていうような感じで、その日本を自分たちでぶっ壊すそのきっかけになるようなものにもなってるので、 ま、国連自体もいいんじゃないかなって思うんですよね。で、えっ、ー、と、その国連さんが今力を入れている活動がもう皆さん大好き。アジェンダ2030ですね。あの、SDGs なんていう風に呼ばれますから、多分ね、皆さん今ね、えっ、ー、と、服着ている方は今村元にはこの SDGs、えー、缶バッジみたいなやつがね、光り輝いてるんじゃないでしょうか。ね。えー、ね、街を歩けばどこに行っても SDGs、SDGs っていうことでね、えー、なんか最近芸人さんもこの言葉をよく言うようになったような気がするんですけれども、はい。えっ、ー、と、まあ、とりあえず、 このアジェンダ2030だ、SDGs だっていうのが推し進められてるんですよね。僕もね、このあたりだと LGBT 絡みで本当ね、虹色が嫌いになってるんですよね。なんか嫌な色にしかもう見えなくなってきてるんですが、まあ、ちょっとその文句は横に置いときまして、えー、っと、この SDGs だ、アジェンダ2030だっていうのは、誰も取り残さないっていうのをテーマにして、で、様々な課題が掲げられているんですよね。で、えー、っと、エポックタイムズが指摘しているのが、この2030年アジェンダっていうのは、 全体主義のトロイの木馬であると。トロイの木馬って皆さんご存知ですかあの、まあ、なんかそういう見、見た目と中身が違うっていうようなものなんですが、要は、このアジェンダ2030って、その誰も取り残さないっていうテーマをもとに、例えば貧困であるとか、飢餓の解消を、えー、しましょうって掲げてますと。で、これ、誰が反対できるだろうかって、その通りなんですよね。 これはもう左翼の上等手段でありもうあ、奴らのずる賢いところなんですが、その何も文句言えないものを武器にして、それをまず見た目で押し付けてくるんですよね。ただその中身には全然違うものが入っているんですが、えー、っとその中身に関しては、うぬぼれと愚かさを土台とする官僚たちが、経済のあらゆる側面に政府の統制を押し付けるためにそれを利用しているんだと。 いうことで、だからトロイの木馬なんだと、見た目は貧困なくそう、木が解消だ、綺、え、麗、ー、な水をみんなに、みたいな感じ掲げてるんですが、その中身っていうのは、えー、国民であるとか、えっ、ー、と、人民の、えー、統制。 っていうものが、あの、真にあるんですよね。まあ、なんでトロイの木場だっていう風に言っているんですが、まあ、それが今の国連がやっていることであると。で、結局こうなることっていうのは、1958年に発刊されたネイキッドコミュズム、えー、裸の共産主義者っていう本で、実は警告されていたんですね。この本皆さんご存知ですかこの裸の共産主義者っていう本なんですが、あの、去年の夏に僕はあの、東京で初めて、 えっと、講演、講演会やらせていただいたんですが、あの時に紹介した本なんですね。で、ね、できればそのうちこれに関する本を書きたいなって本当に思ってるんですが、あの、これね、ほんと世界中もう一人残らずみんなが読むべき本だと僕は思ってます。で、これあの、クレヨンスコーセンっていう元 FBI の、えー、捜査官が書いた本なんですが、1958年というのは、ベース冷戦真っただ中です。もうまさにあの時その、西側陣営に対して共産主義陣営が、ま、工作活動を ガンガンやってた時なんですよね。なんでその一番共産主義のやばさが、えっ、ー、と、多くの人がまだ分かっていた時代、その時の本なんですが、で、最前線で戦っていた FBI 捜査官がまとめ上げたのが、共産主義者の45の目標なんですね。その45の目標に沿って、えー、その世界であるとか国を改革するために、えー、やってくるぞっていう指摘がされてるんですよ。 で、あの、LGBT 関連なんかもまさにこれにドンピシャであってるんですよね。だと今の WHO の肥大化っていうのもこれにドンピシャであっているんですが、えっ、ー、と、まあ、ちょっと話脱線しちゃいますから、あの、ざっくりした話だけしておくと、この45の目標のうち、目標の11に、国連を世界で唯一の希望と宣伝するってあるんですよ。 ま、要は国連を中心にして、えー、世界っていうのは、え、変えていくべき、引っ張っていくべきだっていうものですよね。今まさにそうじゃないですか。で、目標の45に最後のやつに、えー、国際司法機関の権限が国家にも個人にも同様に及ぶようにする。これちょっとあの、司法機関っていうところがあるんですが、これちょっと無視していただくと、要は国際、 的な何かしらの機関の権限っていうのが、またはえ意見っていうのが、それぞれの国、さらには個人にも及ぶようにするっていうのは、これまさにあの WHO さんが最近なんちゃら条約がどうのこうのっておっしゃってますよね。あれなんかそうですし、あと気候変動で大変だっていうのも、結局人々の行動を変えようとしているわけじゃないですか。まあ、これに見事に合致しているわけなんですね。っていうようなことで、ちょっとここでまとめておきますと、国連っていうのを中心に推薦される政策っていうのは、基本、 聞き心地がすごくいいんですよね。ただその裏には共産主義者の思惑っていうのは潜んでいるので、国連の言う通りに物事進んでいけば何が起こるかって言ったら国が壊れます。で、実際今壊れかけてるんですよね。はい。えー、で、これなんじゃそりゃっていう風になって、今この国連の動きとかに反対してるのが多くは保守系の人たちなんですけれども、全然何にも気づいていない、えー、その左翼系の連中たちっていうのは、えー、もっとやろうぜっていう風に言ってるんですよね。はい。 というようなお話からを,を、を起点にね、見ていけば、今の国連っていうのは、まあ、本当にまずい、まあ、悪の組織みたいな感じになってるんですよね。はい。じゃあ、その国連さんなんですけれども、いろいろな専門機関持ってるじゃないですか。 で、専門機関があるっていうことは、そこにはその専門家がたくさんいらっしゃるわけなんですけれども、その中身解剖するとね、とんでもない連中たちがいっぱいいるんですね。はい。ちょっとその話をしていこうと思います。えっ、ー、と、例えばあのね、彼らが今中心にしている気候変動なんですけれども、えっ、ー、と、コンサルタントっていうことでいろんな人を起用しています。で、そのうちの中に、あの、トゥーンベリエフェクトっていうのを受けている子供を採用しているんですよ。 ええと、まず、これ、あの、テレグラフっていうね、イギリスのメディアなんですけれども、えっと、この少女なんですが、あの、これ記事こんな、あの、私は12歳の女の子です。私は国連で、え、記号変動について、えっと、アドバイスをしていますっていう風に言ってるんですね。で、えっと、この子なんですが、えっと、最年少、今12歳の、えっと、マドビーチットールっていう子なんですね。まあ、見た目的にも名前的にも多分インド系とかインド人なのかなっていう風に思うんですが、 まこのチットールちゃんはですね、いわゆるトゥーンベリーエフェクトを受けている子です。トゥーンベリーエフェクトって何かって言ったら、あの、みんな大好き、グレタちゃんですね。あの、グレタちゃんといえば、なんか知らんけど世界が大変だっていうふうに勘違いをし始めまして、あの、学校をサボるようになったじゃないですか。ね。学校サボりの理由をね、気候変動のせいにすんじゃねえよとか思うんですが、はい。まあ、それに感化された子たちですね。えー、この子はですね、あの、太平洋におけるプラスチック汚染のドキュメンタリー番組を見て感動したと。 で、えー、それで気候変動大変だとっていう活動に参加するために学校をサボるようになったってことなんですね。はい。まあなんで、これぞまさにトゥーンベリーエフェクトっていうことで、えー、ちゃんと勉強しないけれども、なんか大変だとっていうさ、あの、行動はすると。 で、え、それに感動した両親は、この子が7歳の時に、えー、っと、なんか、is plastic my food っていうね、あの、プラスチックは私のご飯なのっていう本を出版するにまで至ってると。当然それをね、国連が見逃さないわけがないじゃないですか。はい。ということで、最年少のコンサルタントっていうことで、あの、何の知識もない、一般常識すらどう考えてもまだないだろうみたいな、12歳ってなんだ 中学1年生ですよね。中学1年生が世界の経済に影響を与えるようなことを言えるわけないだろうって話なんですよね。はい。っていうようなことをしてたりとか、あとは、あの、アメリカの、えー、なんてうでしょう、その政治家たちにおもちゃのようにされちゃってるのが、イラン系アメリカ人のソフィア・キアンニっていう子ですね。えっ、ー、と、今21歳なんですけれども、えっ、ー、と、国連のこの子もアドバイザーをやっています。で、世界経済フォーラムのアドバイザーもしています。もうこの辺でかなり匂いますよね、いろいろね。はい。 で、このキアンニスさんなんですが、何がきっかけで話題になったかって言ったら、ペロシです。えっ、ー、と、2019年、当時17歳の時に、ペロシのオフィスがなんか接触しまして、で、そこになんかそそのかされた結果、高校サボってハンガーストライキするようになったんですね。で、それをメディアが一斉に取り上げるようになって、まあ、一夜にして有名になったと。 2019年といえばトランプ政権が続いている時ですから、あの時ってあれじゃないですか、あのパリ協定から抜けるなんだかんだみたいな感じで、その気候変動大変だの人たちからするとすごい都合の悪いことばっかりが起きてたんですよね。 ま、それに対抗するために、まあ、歴史的にそうじゃないですか。子供ってよう大人に利用されるんですよね。まあ、その一環で犠牲になったのがこのキアンニさんですね。まあ、ある意味ね、今、あの、そういう国連とか、ね、世界経済フォーラムのアドバイザーまでやれてて、ま、たぶたんまりお金もらってるでしょうから、あのー、ま、そういう意味ではね、良かったのかもしれませんが、ただ、ね、変な方向性に脱線しちゃってるんじゃないのかなっていう風に思っちゃいます。はい。という専門家がいたりとか、 あとは、えっ、ー、と、ジェンダー関連ですね。えっ、ー、と、国連参加の WHO、世界保健機関なんですが、今現在世界共通の医療従事者向けの LGBT ガイドライン作成中なんですね。で、医療従事者向けっていうことは、当然この LGBT 絡みっていうのは、あの、いろいろと専門知識が必要なはずです。で、ガイドライン検討チームが21人で構成されてるんですね。 で、まあ、ね、さぞ最前線で活躍してらっしゃる、その有能なお医者様であるとか、まあ、あの、すべてを知っているような方々がいるんですよねって思いきや全然違うと。あの、さっきも言いましたが、性転換手術であるとか、ホルモン予期生剤っていうような専門知識が、で、しかもその、体をもしかしたらその不が、不可逆的に変えてしまうかもしれないようなものを使うわけですから、本当に必要な、あの、何ですよ、重要、 な知識が必要なはずなんですよね。ところが、21人中過半数の11人が単なる活動家であるということが発覚しておりまして、えっと、21人中10人が医療知識のあるバックグラウンドの持ち主であると。 で、8人は医師の資格を持っている。ふんふん、なるほどと。じゃあ残りの11人はって言ったら、あの、社会正義活動とか、人権弁護士であるとか、性感染症研究者であるとか、政策アドバイザーとかね。あの、もちろんですけれども、みんな強烈な細工系の人でして、あの、国籍はね、いろいろなんですよ。あの、フィリピンだ、レバノンだ、モロッコだ、えー、っていうようなところであるとか、あとはイギリス、カナダ、ブラジル、ウガンダ、えー、と、あとは南アフリカ、 あとはどこへ行ったっけなえっ、ー、と、あとベトナム、タイ、えっ、ー、と、モザンビークでアメリカ、イギリスみたいな感じで、えっ、ー、と、いろんな、あと、オランダもそうかなはい。まあ、いいや、とりあえず、まあ、細かいことは抜きにして、いろんなところに散りばめられている、あの、まあ、社会性ヒマンが半分いると。で、21人全員が、あの、LGBT の今のこの過激な政策に賛成している人たちなんですね。そこが、世界規模の、 医療従事者向けのガイドライン作ろうとしていますと。じゃあ具体的にどういう思想を持っている人がいるかって言ったら、例えばカナダ人のティックトッカー兼法学者のフロレンス・アシュリーさんっていうね、この人も、えっ、ー、と、元々は生物学的には男性さんなんですが、私は女性よって言ってるんですが、えー、二次成長抑制ホルモンは全ての子供に処方するべきだって言ってるんですね。要はあの、えっ、ー、と、成長って言ってあのね、子供がその女らしく、 男の子ら、男らしくみたいな感じで成長していくときに必要なホルモンってあるじゃないですか。あれを抑制するものを、もうすべての子供にやれと。なぜならば、社会によって与えられるジェンダーではなくて、自分で選ぶことができるようにするためであると。結構ぶっ飛んでますよね。で、さらには子供のホルモン抑制、ホルモン投与の前に実施されるメンタルヘルスチェックは、単なる時間の無駄だから廃止すべきであると。いうような、これもう本当にね、あの、 科学的根拠何もない、ただただ自分の思想を押し付けているやばい活動家が WHO の国連の専門家っていうことでトップにいるんですよね。はい。あと別の専門家さんは、えー、二次成長抑制ホルモンの副作用というのは、生活の質が著しく向上することだ。 これももう数字で明確に否定されてるんですよね。あの、詳しいことはよかったら、僕のね、第2弾書籍いろんな悪口書いてますから、この辺のアホみたいな意見に関してはね。はい、そちらを参考にしていただけたらっていうふうに思うんですが、あの、もう全部彼らの思い込みだって事実と異なるんですよね。というような、めっちゃくちゃなところが、 あの、今の国連にはあると。で、そこに分担金だっつって金がガンガン出ているもんですから、果たしてこれが正しいのかって言ったら、もう決して正しくないと思うんですよね。はい。えーえー、っていうふうに、今の国連というのは、あのー、ね、まあ、皆さんは、この動画見てる方ほとんどが国連に対して会議的な方が多いと思いますから、あの、特に問題ないと思うんですが、なんか国連って聞くと、もうすごい、 専門家エキスパートチームの集まりって思う人はやっぱりいっぱいいると思うんですよね。まあそういう人たちにこの動画がね少しでも届けばいいなってちょっと思っております。はい。ということで今回の話は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後は、あの、ご飯食べないよって思ったんですが、なぜか僕をねじっと見上げていたくんでお別れをしたいと思います。もうこの夜になるとね、お目目がまん丸になって本当に可愛いんですよね。はい。えそんなもこもこくんでお別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。